和田岬線。和田岬線は、兵庫県神戸市兵庫区に存在する、西日本旅客鉄道、JR 西日本山陽本線の支線、兵庫駅、和田岬駅間の通称である。本線と、和田岬地区の間を結んでいる。和田岬線は、山陽本線の兵庫駅から分岐する全長 2.7km の支線である。元来、鉄道建設を目的とした。 資材輸送のために1888年、明治21年に付設され、その後は長らく貨物輸送が行われており、兵庫輪港線も分岐していた。現在は貨物輸送が後日の鉄道車両輸送を除いて廃止されており、朝夕のラッシュ時に通勤客を対象とした列車が走行するので、日中の列車の運行が全くない路線となっている。非電化時代は、 一駅間のみでプラットフォームは片側のみという投資線の事情に鑑みた特殊な車両が用いられてきたが、後術2001年平成13年7月1日に電化され、電車による運転となった。近畿エリアでは2015年から路線記号と駅ナンバーが導入されているが、当線にはいずれも導入されていない。以前はスタッフ閉塞による運行。 取扱いは、兵庫駅だったが、現在は、自動閉塞化されている。なお、和田岬線付近の臨海部では、兵庫運河を生かした街づくりは進んできており、船の運行や散策を行う際に、和田岬線が障害になっているとして、配線が取り沙汰されている、損廃問題を参照。全区間を、近畿統括本部が管轄している。兵庫駅では、中2階にある、 また三崎線の専用ホームから発車する。兵庫駅を発車してから、高取駅へ向かう、小運転線と分岐し、カーブを通過して、南西方向から南東方向に進路を変える。国道2号と阪神高速3号神戸線の高架橋をくぐると、川崎自由工業兵庫工場、川崎重工業車両カンパニーにつながる、専用線が直線方向に分岐しているが、 和田岬線は左へと分岐して、同工場の北東側をすぐ進む。沿線には工場が多いが、マンションも見受けられる。やがて、兵庫運河を渡る和田線海峡を通過するが、運河を利用する船舶の航行のための日本国内の鉄道用としては、数少ない旋海峡を出る。ただし、現在は固定されており、動くことはない。右手には工場や、 住宅の合間から、三崎公園球技場、ノエビアスタジアム神戸が見え始めると、まもなく終点の和田三崎駅に到着する。和田三崎線には、中間駅がないため、利用者はすべて、兵庫駅と和田三崎駅を行き来する人である。そのため、和田三崎駅には、自動券売機、自動改札機もなく、代わりに、兵庫駅構内の乗り換え改札口で、 和田駅の改札業務が行われている。この改札口は和田三崎線が運転する時間帯のみ利用できる。この分岐駅で周改札と周端駅発着の乗車券などを発売する方式は東武大使線や名鉄筑工線でも見られる。列車は朝晩のみの運転で日中の運転はなく、平日は17往復、土曜日は12往復が運転されている。 2018年3月ダイヤ改正現在、JR 西日本の京阪新地域で土曜ダイヤがあるのは和田岬線のみである。周辺工場の通勤需要に特化しており、休日は朝夕各1往復のわずか計に、往復だけの運転である。ワンマム運転は行っていない。現在は臨時列車が運行されることはないが、2003年頃には神戸ウィングスタジアム、現、 ノエビアスタジアム神戸でのサッカーの試合に合わせて臨時列車を運行したことがある。車両を改装するときは、兵庫駅の和田岬崎線ホームと高取駅の間に設けられた小運転線を用いる。この小運転線は平日ピルマに訓練線として使用されている。また、西明石駅高取駅間は、阿蘇市総合車両所明石市長出場後に西明石駅から一旦、 兵庫方面とは、反対方向の姫路方面に出て、大久保駅で折り返して、西明石駅から列車線を走って、高取駅の小運転線へとる。兵庫駅近くから川崎自由工業兵庫工場への専用線が分岐しており、同工場で落成した鉄道車両の輸送にも使われている。専用線分岐点は、兵庫駅構内の扱いであり、投資線は、 日本貨物鉄道、JR 貨物の第二子鉄道事業路線ではない。和田岬線は、JR 線では最後まで定期列車に、旧型客車を使用していた。また、すべての駅で、ホームが、進行方向右側、和田岬行きの場合にあり、乗車時間が10分未満のため、客車時代のうち1970年以降は、ホーム側の車両中央に、 引き戸式の外吊りドアを増設して座席をほとんど撤去した専用車両派64をハフ64を使用していた末期には無改造のスハ43系を組み込みいた客車列車は2両のデジュー系ディーゼル機関車が編成前後に連結されるプッシュプル運転が基本でありラッシュ時に着回しをすることなくピストン運行を行っており当時の和田岬線列車は トンボという通称を持っていた。1990年9月30日にお別れ、運転が行われ、日曜日であったが臨時列車が増発されて、客車列車が日中もピストン運行され、客車列車の運行が終了した。翌10月1日から起動車により運転になり、ホームとは反対側のドアを一部撤去した車両基ハ35系、低ハ35系の 各300番台が使用された。当時は2両単位で編成を組めることを活かして、平日は2両3組をつないだ6両で運転されて、いたが土曜、休日は2両、または4両編成で運転されることが多かった。いずれも短時間の通勤輸送に特化した専用の車両であり、他に例のないものであった。これらは高取工場、工場閉鎖後は、 アボス総合車両所高取支所を車両基地としていた。2001年7月1日の電化後は、他線と同じくドアが両側についた車両を使用している。基本的に、アボス総合車両所赤市所所属の103系、電車6両編成を使用しているが、1本しかないため、検査などで運用を離れると、同支所配置の207系電車が3両編成を2本、つなげて代走している。 207系によるダイソー期間中は土曜、休日は3両編成単独で運行されることもある。201系電車が JR 京都、神戸線から撤退するまでは同系列から付随車、左派1両を外した6両編成での運転も行っていた。103系、201系の都市はスカイブルー、青22号である。営業列車として205系電車は 和田岬線での運用実績はないが、訓練のために121系電車が和田岬線に入線したことはある。なお、7両固定編成の321系電車は和田岬線のダイソーには充当されない。使用される103系はワンマン運転に対応しておらず、終日全列車に車掌も乗務する。神戸市営地下鉄海岸線の開業後に、 乗降客数は約3割減少したものの、それでも1日の平均乗降人員は約1万人と、決して少ない数ではない。ただ、三菱重工業神戸造船所などへの通勤の足が主要な役割となっている。性質上、朝は和田岬行き、夕方から夜にかけては、兵庫行が大変な混雑となるが、逆方向の乗客は非常に少なく、列車によっては、 改装当然となる。また、休日には、いわゆる、鉄道乗り尽くしのためだけにこの区間を乗りに来る、鉄道ファンも見られる。2003年からは、和田三崎駅近くに開業した、神戸ウィングスタジアム、現、ノエビアスタジアム神戸への観客輸送も担うようになり、2002年の、フィファワールドカップでは、同級儀場も、会場となったが、輸送力不足と混雑による、 トラブル発生を懸念して、和田三崎線では、試合当日は運休とし、応援する国別にサポーターを分離した上で、地下鉄海岸線三崎公園駅と、JR 神戸線兵庫駅とにそれぞれ徒歩で誘導た。かつては、同級議場での試合に合わせて、臨時列車を運行し観客輸送を担ったこともあるが、2014年、現在は、同級議場をホームスタジアムとする、 サッカークラブビッセル神戸が JR 和田三崎線和三崎駅は運行本数が少ないのでご利用いただけない場合がありますの正し書きを示して三崎公園駅、兵庫駅からの徒歩アクセスを推奨しているほか J リーグの公式サイトでも同級機場のアクセルートから和田三崎線を除外している神戸市は兵庫運河を活用したウォーターフロント計画を進めており その中で、運河の中央部をまたぐ和田岬線が船の航行を阻害し、地域を分断しているとして、神戸市が JR 西日本に対して廃止を求める要望書を提出し、2011年度に JR 西日本と神戸市で協議が行われる予定と同年2月に報じられた。神戸市は、 川崎重工業評価工場への専用線の分岐点から和田岬駅までの配線を求めており、2012年度に廃止を視野に入れた地域活性化策をまとめることになった。神戸市が設置した評価運河を活用した活性化会議においては、ワークショップで和田岬線を地域資源として活用化する提案や、和田線海峡の橋脚を除去して、船の運行への支障をなくせないかといった提案も、 なされた。活性化会議は報告書、兵庫運河周辺地域の町の将来像を、中間案を公表して、意見募集した後、2012年12月西に,しに提出した。報告書では、昼間の増発やイベント列車の運行、中間駅の設置といった、和田三崎線の活用について、JR 西日本と協議を行ったが、大幅な利用客の増加が見込めず、投資のための費用が、 課題になるという理由で、これに沿った将来像は作成しなった。一方、様々な意見があることを考慮して、廃止した場合のイメージを示すにとどめ、関係する企業や利用者など様々な関係者がいる。中で、地域住民だけで決定することは難しく、和田三崎線のあり方について結論付けないとした。廃止した場合のイメージのみという内容は、中間案から変更されておらず、 意見募集に際しては存続、活用を求める意見が10以上、産業依存として活用を求める意見が3つ寄せられている。廃止、プロムナード化を前提とした意見は2つ。一方、神戸市は2001年7月に和田岬線と競合関係となる地下鉄海岸線を開業させた。地下鉄の開業によって多くの利用客が和田岬線から移るとし、 和田岬線の廃線を前提として利用者数は年間1万人と予測をしていたが、海岸線の利用客は予測を大きく下回った約4万人で推移し、累積赤字は約830億円に達しており、神戸市が和田岬線の廃線を求めているのは、地下鉄海岸線の利用促進を図る狙いもあると見られている。しかし、和田岬線の乗り換え駅である。 兵庫駅周辺の商店街からは反発の声も上がっており、JR 西日本も黒字路線で廃止を求める理由は全くないとしながらも、廃止は地元の総意を条件に検討するとしている。和田岬線は山陽鉄道が兵庫駅姫路駅間を建設するために、兵庫港に陸上げされた輸入資材輸送のため1888年に付設された。 資材輸送終了後の1890年に貨物線として開業し、1984年までは神戸市場駅などへの貨物支線、兵庫林行線が分岐していた。1980年までは和田三崎駅より先へ線路が伸び、三菱重工業への貨物専用線となっていた。駅前の道路には神戸市電が通り、平面交差を避けるため市電は、 専用軌道の陸橋で和田岬線を乗り越えていた。この陸橋は資源の廃止とともに撤去された。また、和田岬方面から山陽本線の明石方面へ直接接続する線路の付設計画があった。国道2号の高架の直下、兵庫駅へのカーブが始まる付近から分岐、精神して国道28号線と山陽本線との交差の 約50メートル正方で山陽本線に接続する計画であった。この計画は結局実現しなかったが、この線路が敷かれる予定であった敷地が道路や細長い公園、梅が火炎となっているのが現在も地図上で確認できる。さらに山陽本線に接続する予定であった箇所は高架橋の南側が東方に向かって広がっており、計画の名残を見ることができる。 神戸市の中心地である三宮と和田岬を直結する神戸市営地下鉄海岸線が2001年7月7日に開業するのに合わせて和田岬線は廃止されるという噂もあったが JR 西日本は電化させた上で存続させた電化が運行コストの引き下げにつながったことが大きな理由である電化工事は3ヶ月ほどの短期間で完了したがこれは 路線が短く変電所の設置が必要なかったこと、日中列車の運行がなく、昼間と終列車後の夜間に工事を行うことができたことによる。しかし、前述の通り沿線では、兵庫運河を生かした街づくりが行われるようになってきたため、再び和田岬線を廃止する可能性が出てきている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。